ドラマや映画に欠かせない子役可愛らしい容姿や名演技で活躍する彼らですが子役は大成しないというジンクスが存在しその多くが成長とともにメディアから姿を消してしまいますしかし中には厳しい芸能界を生き残り美人と絶賛され活躍を続ける元子役の女優も存在します今回は美人に成長した子役芸能人を ランキング形式でご紹介します第20位桜田ひよりさん桜田ひよりさんは小学6年の時足田真奈さんが主演を務めたドラマ明日ママがいないに出演し注目を集めます小さい時から3秒で泣けるという特技を持ちこのドラマでもその才能をいかんなく発揮 以降その高い演技力で人気子役になりました桜田ひよりさんは2002年生まれ千葉県出身です幼少時よりモデルとして活動し小学4年から女優を目指し本格的に活動を開始しました初主演は2017年のテレビドラマサキで2018年には雑誌セブンティーンの専属モデルに選ばれるなど活躍します 現在も桜田ひよりさんは第一線で活躍し演技が自然ですごい子役時代から比べると美人になったといった特に若い女性から絶大な支持を得ています第19位伊藤沙莉さ,さんは2003年に9歳の時ドラマ出演で芸能界デビューしました。 注目を浴びたのは2005年に出演した女王の教室でいじめっ子役がハマり以降いじめっ子の子役としてブレイクしました。伊藤沙里さんは1994年生まれ千葉県出身です。初主演は2015年ドラマトランジットガールズ。2016年には全員片思いで映画初主演を果たしました。 2022年に劇作家の蓬莱竜太さんとの交際が報じられ自身も認められています現在の伊藤沙りさんはまさに演技派女優で特徴のハスキーボイスを武器にさまざまな役柄を演じる女優さんです女性に好感度が高いことでも有名です第18位向井智美音さん 向井地美音さんは1歳から芸能活動を開始、話題になったのは小学2年の時に出演したドラマアンフェアで可愛らしさと抜群の演技力で一躍注目を浴びる子役となりました。また、その可愛らしさからテレビ CM にも多数出演されています。向井地美音さんは1998年生まれ埼玉県出身です。子役で活躍後、 AKB48 第15期生オーディションに合格し2013年メンバーとなりました AKB48 ではセンター総監督など2024年の退任まで主要メンバーとして活躍されています向井地美桜さんは大人になった現在も可愛らしさを保持しており男性だけでなく女性ファンも多い女優へ成長しました 現在も活躍中です第17位シダミライさんシダミライさんは6歳の時に子役として芸能活動を開始しました子役として知名度が上昇したのは2005年のドラマ女王の教室で翌年初主演した14歳の母では高い演技力と可愛らしいルックスが評判となりました しだみらいさんは1993年生まれ神奈川県出身です。映画では2009年誰も守ってくれないで初主演を果たしました。2015年頃からテレビドラマに単発で出演することが多くなりました。なお2013年に開設した YouTube チャンネルは現在はほとんど更新されていません。しだみらいさんは 2018年に一般男性と結婚されていますがお子さんはいないようです。現在志田未来さんはかわいい女優を卒業して個性的な役をこなす演技派女優として出演する機会が多くなっています。現在も活躍中です。第16位本田美優さん幼少期から芸能事務所に所属し 4歳の時 CM でテレビデビューした本田美優さん2012年7歳の時出演したドラマ家政婦の三田で注目を集めると2015年11歳の時にはポプラの秋で映画初主演さらにフィギュアスケートでは小学校時代全日本フィギュアスケートノービス選手権に4年連続で出場するなど子役だけではない活躍をしました 本田美優さんは2004年生まれ、京都府出身です。先ほど述べた通り、幼少時から活躍する本田美優さんは、あまりに多忙のため、日本一忙しい小学生の異名を取るほどでした。フィギュアスケートは現在、大きな大会で入賞などの実績はないものの、活動を継続中で、女優とフィギュア、両方の活動を続けていく発言をされています。 本田美優さんは大人になっても可愛らしさを維持しており、タレントや CM 出演、YouTuber として活動しています。現在も活躍中です。第十五位、土屋太鳳さん。土屋太鳳さんは十歳の時参加したオーディションがきっかけで芸能界入りしました。二千八年十二歳の時、東京ソナタで映画デビュー。 15歳の時には大河ドラマ龍馬伝で坂本乙女の子役時代を演じられています。とにかく美形と評判でした。土屋太鳳さんは1995年生まれ東京都出身です。デビューのきっかけとなったオーディションスーパーヒロインオーディションミス・フェニックスでは審査員特別賞を最年少で受賞し話題となりました。女優のほか タレントや歌手活動と幅広い活動を行っています。結婚は2023年に EXILE メンバーの片寄涼太さんとされ、同年お子さんを出産されています。土屋太鳳さんは現在も美人女優として活躍中です。第14位、福原遥香さん。 福原遥さんは小学1年の時から子役として活動しており、2005年放送のドラマ恋の時間でデビューしました。圧倒的な可愛さで注目を集め、2009年から出演した子供向け料理番組クッキンアイドル曖昧マインで人気爆発。マインちゃんの愛称で知られるようになりました。福原遥さんは1998年生まれ。 埼玉県出身ですマインちゃんで活躍中の2012年にはローティーン向けファッション雑誌「ピチレモン」の専属モデルとして活躍し少女たちの憧れの的になりました2018年「ジョジョエン」で映画初主演しこの前後からマインちゃんを脱却し女優として認知されるようになっていますまた2019年には歌手デビューしました 福原遥さんは現在も綺麗。かわいい女優として知られており。特に若い女性の人気が高いようです。現在も活躍中です。第十三位小芝風花さん。小芝風花さんは二千十一年、十四歳の時に。 イオン・オスカープロモーション・ガールズ・オーディション2011でグランプリを受賞し芸能界入りしました。2012年ドラマ《息もできない夏》で女優デビュー。2014年《魔女の宅急便》で映画初出演、初主演などの活躍を見せています。小芝風花さんは1997年生まれ大阪府出身です。 小学3年から中学2年までの5年間はフィギュアスケートでオリンピックを目指していて、全国有望新人発掘合宿に参加するなどの活動を行っていました。女優としては主演級の出演が多く、2016年の連続テレビ小説朝が来たヒロイン、2017年のドラママッサージ探偵上ヒロイン、2020年ドラマ、 妖怪シェアハウスでの主演などがあります。小芝風花さんは高い人気を誇っており。二千二十三年調査のタレントパワーランキングでは、女性タレント部門急上昇ランキング一位を獲得されています。現在も活躍中です。第十二位、芦田愛菜さん。芦田愛菜さんは三歳で芸能界入り。 2009年に子役デビューしました2010年に出演したドラママザーでブレイクしました2011年にはドラマさよなら僕たちの幼稚園で日本のテレビドラマ最年少で初主演を務められています足田真奈さんは2004年生まれ兵庫県出身です子役時代の出演ヒット作 マルモの掟はゴールデンタイム連続ドラマ史上最年少で主演を務め、また同ドラマ主題歌で歌手デビュー、同年の紅白歌合戦に出演し、最年少出演記録を塗り替えるなど、数々の記録を打ち立てました。芦田愛菜さんは女優活動だけでなく、優れた学業成績を残していることでも有名で、難関中学に合格し、2023年には、 慶應義塾大学法学部へ進学されています。現在の芦田愛菜さんは大人っぽさを備え、魅力的な女性へ変貌されています。女優だけでなく、バラエティー出演など、さまざまな分野にタレントとしても活躍中です。第十一位、浜辺美波さん。浜辺美波さんは二千十一年。 第7回東方シンデレラオーディションでニュージェネレーションを受賞し芸能界入りしました。同年公開の映画アリと恋文主演で女優デビュー。デビュー時からすでに完成された美少女として話題となり、すぐに人気が出ました。浜辺美波さんは2000年生まれ、石川県出身です。美少女として注目を集める一方、 女優として注目されるようになったのは2017年の映画「君の水い臓を食べたい」での主演で同作で多数の新人賞を受賞しました浜辺美波さんは戦術の通りデビュー当時から完成された美しさを持っていましたが成長するにつれてファンからますます綺麗になっていると絶賛されています現在も活躍中です 第10位。上白石萌音さん。上白石萌音さんは浜辺美波さんと同じ2011年第7回東方シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞し芸能界入りしました。その時グランプリを取ったのが妹のモカさんです。同年大河ドラマ「5姫たちの戦国」で女優デビュー。2014年。 マイコワレディで映画初主演を務めました。上白石萌音さんは1998年生まれ、鹿児島県出身です。小学校3年から3年間、父親の仕事の都合でメキシコで過ごし、8歳にして日本語とメキシコ語、スペイン語を話すトリリンガルとなりました。 デビュー当時から高い演技力と歌唱力で注目され、数々の新人賞を受賞。特に2020年に出演したドラマ、恋は続くやどこまでもは、ゴールデンタイム連続ドラマ初主演ながら、社会現象となるほどヒットし、女優として大きく飛躍しました。上白石萌音さんは、女優活動だけでなく、歌手や声優、 分泌活動など現在もさまざまな分野で活躍されています。第九位、元カリアユイカさん。元カリアユイカさんは10歳の時芸能活動を開始。1999年 NHK 教育テレビワクワクサイエンスでテレビ初出演。知名度が上昇したのは2001年のドラマ。 三年 B 組金八先生第六シリーズへの出演で、2005年に連続テレビ小説ファイトで主演を務め、一流女優の仲間入りをしました。元カリアユイカさんは1987年生まれ、東京都出身です。女優としての活動のほか、司会者、タレントとしても活動し、2012年から情報バラエティ番組王様のブランチに出演したことで、 若年層にも広く名前が知られるようになりました。2021年にはユイカとして歌手デビューもされています。元カリアユイカさんは美人女優として映画ドラマに出演されています。現在も活躍中です。第八位、高畑充希さん。高畑充希さんは中学生だった2005年に。 山口桃江トリビュートミュージカルのオーディションで主演の差を獲得したのが芸能界入りのきっかけです。テレビは2007年3年 B 組金八先生第8シリーズ出演がデビュー作となりました。高畑美月さんは1991年生まれ大阪府出身です。舞台鑑賞が好きな両親の影響を受け幼少時から舞台女優を目指し、 数々のオーディションを受けたという経歴があります。デビュー後は女優として主に主演級の役どころが多く知名度が上昇。また高い演技力も魅力の一つと言われています。また舞台やドラマ中で披露した歌声が評判となり2007年には美月として歌手デビュー。アルバムの発売やワンマンライブを開催しました。高畑美月さんは 現在も演技派女優として多数の作品に出演されています。現在も活躍中です。第七位。大島優子さん。大島優子さんは千九百九十六年。六歳で劇団へ入団し、芸能活動を開始しました。二千年頃からジュニアアイドルとして活動し。二千五年にはジアルフィーの。 高見沢俊彦さんプロデュースのアイドルユニットドールスボックスに所属していました。大島優子さんは千九百八十八年生まれ、栃木県出身です。大島優子さんがブレイクしたのは A K B フォーティエイトへの加入で、二千六年にオーディションに合格すると初代紙セブンとして A K B フォーティエイト設立期の主要メンバーとして活躍しました。 AKB48 在籍中から女優業に進出し、2009年には映画テケテケで主演を務めました。2011年19社の CM に出演し、起用者数ランキングで1位を獲得。2014年 AKB48 卒業。結婚は2021年俳優の林健人さんとされました。 2023年にお子さんを設けられています。大島優子さんは高い演技力から主に女優として現在も活躍中です。第6位かほさん加穂さんは小学5年の時スカウトされ芸能界入りしました。2003年 CM でデビュー。同年雑誌「プチレモン」の専属モデルとなっています。 幼少時から美形で有名で、地元で何度も芸能事務所からスカウトを受けていたという逸話があります。加ホさんは1991年生まれ、東京都出身です。顔が広く知られるようになったのは、若手女優の登竜門として知られる三井のリハウス11代目イメージガールに選ばれてからで、以降ドラマ、映画に多数出演するようになりました。 デビュー当初こそアイドル女優的な扱いだった加ホさんですが、現在は大人の女優として様々な役どころを演じられています。現在も活躍中です。第5位、井上真央さん。井上真央さんは4歳の時、劇団に入り芸能活動を開始しました。1992年5歳で子役デビュー。 1997年、三井のリハウス CM で、当時リハウスガールだった池脇千鶴さんの妹役を務めました。1999年から2003年まで出演したドラマ、キッズ・ウォーシリーズで人気子役として広く知られるようになりました。井上真央さんは1987年生まれ、神奈川県出身です。 子役を脱却し、女優の地位を確固たるものにしたのは、2005年に主演した花より団子で、第1、2シリーズ映画版と自身の代表作となりました。幼少期からドラマに出演し、芸歴30年以上となる井上真央さんは、好感度が高く、演技力のある女優として現在も活動中です。また、 SNS を一切解説していない女優として知られています。現在も活躍中です。第4位、宮崎葵さん。宮崎葵さんは4歳の時、子役デビューしました。しばらく CM やドラマ、早役などが中心でしたが、1997年頃から本格的な女優活動を開始。 またその後雑誌「ピチレモン」のモデルとなり知名度が上昇しました宮崎葵さんは1985年生まれ東京都出身ですブレイクのきっかけは2005年に中島美香さんとダブル主演を務めた映画「7で映画の大ヒットとともに一流女優の仲間入りをしました結婚は2007年俳優の高岡宗介さんとされましたが 2011年に離婚その後2017年に俳優の岡田准一さんと再婚され翌年男児を設けられました宮崎あおいさんは現在も女優業を続けられ女性ファンからかわいいと人気があります現在も活躍中です第3位宮沢りえさん宮沢理恵さんは 11歳の時、モデルとして芸能界デビュー。雑誌セブンティーンのモデルを経て、1987年、CM 三井のリハウス、初代リハウスガール、白鳥玲子役で注目を集め、トップアイドルの一人になりました。宮沢りえさんは、1973年生まれ、東京都出身です。リハウスガールでトップアイドルの仲間入りを果たしましたが、 宮沢理恵さんといえば16歳の時に出した「ふんどしカレンダー」そして18歳の時に世間を驚かせたヘアヌード写真集「サンタフェ」があまりにも有名です。また理恵ママとして知られた母親との確執や「激痩せ」などワイドショーネタに多く取り上げられる芸能人として知られています。 結婚は2009年に実業家男性とされ女児を設けられましたが2012年に離婚されました2018年元 V6 の森田剛さんと再婚されています宮沢理恵さんは現在も女優業を続けており落ち着いた母親役等が多くなるなど現在も活躍中です 2> 第2位安達美さん 足立由美さんは2歳の時、雑誌モデルとして芸能活動を開始しました。1990年ドラマ、自由の丘に私が残ったで女優デビュー。また、1991年の CM、カリー工房で注目を集め、CM 中の具が大きいセリフは流行語にもなりました。足立由美さんは1981年生まれ、東京都出身です。 カレーの CM で知名度を上げた足立由美さんですが、女優としての地位を確立したのは、1994年のドラマ、家なき子で、同作品は最高視聴率37.2%となる大ヒットを記録。壮絶な内容が社会現象を巻き起こし、足立由美さんが広く知られるようになりました。結婚は2005年。 お笑いタレントの井戸田淳さんとされ、女児を設けられましたが、2009年に離婚。2014年にカメラマンの桑島智樹さんと再婚し、男児を設けられましたが、2023年に離婚されました。安達由美さんは、幼少の頃から風貌がほとんど変わらず、実年齢より若く見える女優のランキングで上位を獲得しています。 現在女優としても活躍中です第1位長澤まさみさんは1999年東方シンデレラオーディショングランプリを獲得し芸能界入りしました当時史上最年少12歳の獲得はつば抜けた顔立ちとスタイルですでに完成されていたと話題となりました長澤まさみさんは「 1987年生まれ静岡県出身ですグランプリを受賞した1999年映画クロスファイヤーでデビューその後雑誌「ピチレモン」の専属モデルになりました注目を集めるようになったのは2004年の映画「世界の中心で愛を叫ぶ」にヒロインとして出演してからでこの作品が出世作となり人気が出ました 風貌通り美人役が多いものの近年はドラマコンフィデンスマン JP のような一風変わった役どころも多く幅広い年代から支持を集めています長澤まさみさんは30代になっても変わらぬ抜群のスタイルと美貌で世の男性を魅了していてドラマや CM に引っ張りだこの状態です現在も活躍中です 最後までご覧いただきありがとうございました。